28年前、もう二度と作らぬと神仏に誓ったことを私は破り、そしてやり終えた。人を殺す道具を再び作ってしまった。その目的では私は成功した。私がこれを作ったのは、達観すればお前の目的に同情しているからだ。うぬぼれではなく、これは私の最高傑作。旅の途上で神が立ちはだかれば神をも切れるであろう。金髪の戦士よ、行きなさい。